青いな。ここら辺は風が強いせいか背の高い植物がないですね。この崖の向こう側もずっと見てきたけど笹がいっぱい生えてたけど大きな木は全然ない。ヒグマ撃退スプレーを持って少し内陸側に来てみましたが、北海道の夏って感じがします。セミの声がね聞こえるんですね。春ゼミの声、今シーズン初めてかもしれないです。内陸側も風が強いですね、相変わらずね。でここずっと気になってた場所、サクラマスサンクチュアリーセンター、これですね。行ってみましょう。なんか魚かなんかいんのかな、ずっと気になっててね。いや天気いいですね、夏って感じ。開館中って書いてあるけど入り口はどっちかな。こっちは、こっちかな。52お入りください。入場無料って書いてあって、でなんか係の人がいない場合があるから自由に見てってくださいってサイトには書いてありました。これは何だろう、もともと何かの施設だったのかな、ロッジのような。どこかに魚いるのかな。わあ、ほっちゃれを加えたキタキツネだって。すごいごちそうだねこれね。何この素敵すぎる中庭は。そしてめちゃくちゃ野生の動物が出そう。いよいよこれを使う時が来てるかもしれないですが、まあ、動物が出ないことを祈って。綺麗な川だな。シャコタンといえばシャコタンブルーの海の印象がすごい強いですけど、こういう内陸側の森の方もずっと気になってて、やっぱ川の水綺麗だよ、ほらめっちゃ綺麗だもん。あんな綺麗な海持ってるってことは川も綺麗なはずだなって思ったけど、これ渡ったら絶対底抜けるこれ大丈夫かな、渡っていいんだよね多分。ちょっと待ってね、散策マップが、元気の森散策マップ、ここに来たんだね。今見てるのはここです。あ、割と広い。こうやって、じゃあ行きましょうか。ちょっとシャコタンの森を歩いてみよう。綺麗な水、おお冷たい。やっぱり北海道の冷たさしてるわ。5月はまだ冷たいね、水がね。いやでも綺麗ですね、癒し。散策路通りちょっと行ってみましょうか。これ川を登ってく感じになりそうだね。こうやって水の流れ眺めるのすごい好きなんですよね。そこに魚がいてもいなくてもずっと見てるのが好きです。アメンボが何匹かいます。これ多分本当はここにかかってた橋をこうボロボロになったから避けたのかな。
散策路は途切れてました。以上、散策終了。夏だな、夏が来てます。まさか今日セミの声をかすかに聞くことになるとは思わなかったですが、割と行動してみないとね、分かんないこともあるもんだなと思って。この緑と青、素晴らしい。あと白樺の白もいいアクセントになってます。じゃあこれからどうしましょうか。もう一回海に行って、今度は海の水でも触りたいなって思います。見てください、この新緑、若い緑、綺麗ですね。シャコタンといえばウニですが、ウニ見たいなと思ってさっきから港をね歩いてるんですが、なかなか見当たらない。あとこのようにすごく大きな岩、あとここなぜか鳥居がありますけど、この断崖絶壁の道沿い、ずっと大きな岩がねあって、それがシャコタンの特徴なのかな。あと小さな漁港が何個もありました。ウニが見当たりませんね。取ったら密漁になるけど、ちょっと一目見たいなと思ったけどいないな。ストップザ密漁、ウニ、アワビ、ナマコ、海藻類、サケ、マス。ということで、取ったらダメですよ。これから6月になったら、まあ、本格的なウニのシーズンになるので、ウニ丼っていう上りがこのシャコタンの町に連なるんですけど、もうすでに上り立ってますね。生ウニ丼とかイクラ丼とかもう始まってるのかな。魚いるかな。このさ、細いとこは魚道かな。あと神社見つけました。シャコタン神社。小さな神社ですが、シャコタン神社。この先には何があるのでしょうか。何もなくてもいいけど、木造の倉庫、漁師町って感じの建物。この今右手側に川がずっと流れてるから、うん、ほうほけ橋ってずっと聞こえてます。あ、なんか立派な駐車場が見えてきました。何かあるのかな、旅館かな、民宿かな。建物がありますけど、なんか保育園か幼稚園っぽいですね。あんまり行かない方がいいな、これは不審者になってしまいますから。おお、割と魚が溜まってそうだけど、いるのかな。何かはいそうです。そういえばね、水中カメラを持ってきたんですわ。水中カメラというか GoPro、 いつも水の中撮るとき用にね持ち歩いてるので、水の中を撮影してみましょう。魚いなさそうだな。いると思ったんだけど。
海の香りがすごい強烈にしますが、札幌からねこの小樽に出て、小樽夜市で古びらに入った瞬間ぐらいから全然車の窓開けてないのにすごい海の香りがねしてきたんですよね。また同じこの日本海側っていうのかな、だけどやっぱ古びら鎖骨あたりはまた独特な何かあるのかな。潮の香りが今すごいですよ。もうちょっと先に進んだら島向海岸というまた有名な観光スポットですけど、そこに向かって次は行こうかなって思います。さあ島向海岸に来ました。これトンネルあるんだよね。めちゃくちゃ懐かしいわ。185センチ以上の人は頭ぶつけそう。日本の渚百選。この下にね海岸があるんですわ。階段をねだいぶ降りないといけないけど、本当はそこを階段降りて海岸に行けるんですけど、今雪崩が発生してね立ち入り禁止になってます。いつかは直すのかな。ここ分かりますか、雪崩でこの遊歩道というか階段のあれがあった後めっちゃ綺麗なんですよ。下まで行くと海に足を浸してなんか冷たいなとか言いながら遊んだことあるけど、これが島向海岸です。なんだこのなんかめっちゃ青い花が、えすごい綺麗だ。5人1組になって咲いてますよ。いや8人1組のやつもある。これなんだろう、びっしり咲いてるわ。すごいすごい、家崩れてるけど、その前に可愛いなこの花。もうそういう季節ですね。シャコタンだけじゃないけど今北海道ではどんどん菜の花が咲いてて、車で通ってるとねやっぱこの黄色は目立つから、わ綺麗だなって思いながら見てるけど、この雪がかぶった山を背景に
黄色い花が咲いてるっていう景色は本当に綺麗ですよ。うん、綺麗だ。今日は一日中晴れてましたけど、今雲が2つ3つ出てきました。ということで、ご視聴ありがとうございました。シャコタンチョウからでした。僕はもうしばらく歩き続けます。では。